日本テレビの看板アナウンサー、水と浅見アナ、30、が29日、アシスタント MC を6年半務めてきた、同局系、ヒルナンデス。月金曜、全11時55分を卒業した。最後の出演となったこの日、水とアナはオープニングから瞳を潤ませ、ずーっとドキドキして、と緊張をとろ。番組は水とアナ卒業スペシャルとして放送し、水とアナが、 人生初のガングロメイクに挑戦した姿や、新アシスタントを務める梅沢レンアナ、24、滝夏月アナ、24、ラトショクレポに出かける様子を放送した。また、MC を務めるうんちゃんなんちゃんの南原清隆、52、と生放送で、社交ダンスを披露。映画、ハウルの動く城のテーマ曲、人生のメリーゴーランドに乗せて、ワルツを踊ると、 水と穴は感極まった表情。南原は、ツイトさんは今日無事昼なんです。を感想しました。番組を通じて心も身体も思っていたより大きくなりました。今こそ巣立つとき、後ろを振り返らずに前だけを向いて頑張ってくださいとエール。水と穴は、こんなに重くなったのに飛べたのは、南原さんのおかげと感謝。本当に優しい番組でした。 何にもない私のような一アナウンサーに何かできることはないかとスタッフの方、共演者の方にいろいろやらせていただいて、何よりテレビの前の皆様も優しく見てくださったからやれたんだと思いますと振り返り、最後に6年半笑ってできたのではヒルナンデスのおかげです。ありがとうございましたと呼びかけた。2011年3月からヒルナンデス。 で、昼の顔を務めてきた水浦奈々は、10月から、同局系の情報番組、スッキリ。月金曜、前8時の MC に就任し、朝の顔に転身する。